ねこさん寝転んでるシリーズ面白いですよね。でこ YouTube 見てると吉田屋さんのサムネイルが出てきて寝転んでるやつみたいなのがあってねしまったと思ったんですよ。というのがあの寝転んでるやつって誰でもすぐできるじゃないですか。でずいぶん前から知っててジャルジャルのネタをずーっと見ててね Zoom のやつとか、うん、一応対談相手がいないと Zoom のあのいたずらみたいな動画ってできないなと思ってて一人じゃできないなと思っててやんなかったんですけども寝転んでるやつはすぐできんじゃんと思ってね で吉田さんの動画は見てないんだけどもでもやってみたって感じですかやってみるとなんかねちょっとジャルジャルになった気持ちがするかなとちなみにジャルジャルってね椎貫くん安原くんとねなんか似てるんですよねなんか両方似てるんですよ <laughs> 変な感じですけどもであのジャルジャルのすごさってのは他のお笑い芸人さんとかの先輩が評価したんですけども一本一本のネタが面白いとなのに 徹底的に数やってるっててるうんですよ誰も追いつけないとか言ってましたねで多分 YouTube 戦略でしょジャルジャルさんとかってねあの地上波とかあんまり狙ってないはずなんですよ圧倒的だって言ってましたね、うん、すごいですあのズームをお笑いに取り入れたりとかってのもすごいなと思いましたですねだからそのテクノロジーがもたらしたお笑いとも言えるしズームってのを使ってる人だったら面白いっていうね新境地に切り込んできて まさにもうワールド作ってますよね。ズームのお笑いといえばジャルジャルみたいなもう他追随してくるやついないですからねやったとしてももうすでに2番戦時だからそこまで面白くないみたいな感じでしょ。す、うん、すごいいいと思いますよ、うん、いじゃゃあっってらっしゃい